まあ、レチノルって、最終的にレチノイドになる途中でレチナルにも変化されるじゃないですか、でそのレチナルを作りたい、これこ そ, そのあの RIPT 試験とか、はい、それ以外の試験をちゃんとパスさせて出したらだいぶそこの違いが出るというか、うちの化粧品が配送される倉庫にやってきました。必ず僕はですね、自分の目で見ないと嫌なので、ちょっと今日向きました。はい、ということで倉庫、まあ、埼玉の仮想というところのちょっと遠いところにあるんですけど行ってきました。まあ、あの前も倉庫何回か行ってるんですけど、あの化粧品が倉庫に納品されて、まあ、どういうその環境、まあ、温度とか湿度とか、あとは配送をどういうふうに組むのかとか、まあ、そういうのとかすごくやっぱり自分の目でね確かめないといけないので行ってまいりました。なんか髪切ったんですけど、あ、韓流スターみたいにしてくださいみたいな感じでオーダーしたらめちゃめちゃそうだったあー、めちゃくちゃお腹すいた。昼からのビールが最高。実に面白い。疲れた。酒飲もう。ちょっともうタンパク質よりアルコール今一番体が求めてるのは。乾杯。くー、最高。コンビニの惣菜とかトレーニーになってくると食べない人も結構多いんですけど、僕はもう全然食べます。ビールもちょっと飲みながらみたいな晩酌、こういうのも俺は好きな時間なんで、こういう好きなことを続けてから筋トレをする、ボディメイクをしていくっていうのが大切だと思うんですよね。まあその大会の時とかになるとちょっと話は違ってくるけど、うん、普段はこういうのがすごく大事だと思う。うん、こういうことかもな。ね、視聴者の方に会うと、やっぱり身近で、
参考になるっていうのは、多分俺結構こういう本当に普通にコンビニの飯とか、あと深夜に松屋とか全然行くから、そういうのかな。それでもちゃんと絞り切るというところでございますよ。やっぱり絞り切らないとダメだね。こちら雪見大福の匠のみたらし、なんか視聴者の方が美味しいって教えてくれたので、ちょっと食べてみたいと思います。雪見大福ってマジで、あのノーマルの雪見大福が完成されてるもんな。いただきます。うん、あ、美味しい。みたらしのソースが濃すぎず美味しい。いやけどマジで本当に化粧品が無事ローンチできてよかったです。まあ今ある製品ね、結構納得の製品なんですけど、まあさらにそこからちょっとブラッシュアップかけていきたいなとは思ってるんですけど、なんかめちゃくちゃバタ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 それでしてて、結構本当に寝れない日々が続いてたんですけど、あの評判よく、なんか前のやつ動画ではなんか結婚おめでとうございます、結婚おめでとうございますって、もういつそ結託したんだようちの視聴者はっていうぐらいね、なんかもう結託してそういうコメントでいただいたんですけども、まあその中でもね、なんか結構皆さん買ってくれたりして本当にありがとうございます。まあ引き続きいいものを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますということです。いやめっちゃ眠いわ、もう寝ますそれでは